ンさんです。ちょっと台風気味なところなんですけどもね、今からねちょっとあの今日はちょっと教えていただけるということで、見かけの初めてのお店、ちょっとねこう健康になれるお店に行ってみようと思います。楽しみですね。はい、もうすぐ着きそうなんでしょうか。もうすぐ雨がダメだこりゃ、ダメだこりゃ。薬膳料理を出していただける、土曜日と日曜日限定でしたっけ、金曜日と土曜日、限定でね、はい、開けられている、薬膳さんで、今日は、来させていただきました。ちょっとね見かけに詳しい最近知り合いにならせていただいた方に、連れていただきました。薬膳料理って聞くとねどんなお料理かなと思うんですけど、本当に美味しそうなお惣菜と言っていいんでしょうかね。たくさん並びますよ。いや全然喋ってくださいもんね。ありがとうございます。すみません。スクラーこんな感じで並びます。美味しそうです。一杯目はチューハイです。お疲れ様です。どうぞ。お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。乾杯。順番に行っちゃいます。番号で注文して 3人いればちょっとずつだから、あ、ちょうどいい感じです。全部、はい、全部あの制覇できると思います。全部行きましょう、はいはい、1番から、はあ、今すごいいい話聞いたぞ。メニューに書いてある番号をこうコース的に頼めるようになってるんですよ。これはすごいですね。こうフラッと来てさっと飲んでもいいですけど、しっかり楽しむんでしたらこうメニューの、番号を振られてた今日のメニューの順番通りがおすすめのメニューになってます。お酒もねあの限定で開けられてるんですけど、しっかり揃うようになってます。最初はね可愛くチューハイですけども、ね、たまんです。チャプチェが、届きました。お好みによって、ラー油をかけてくださいっていうことで言われてました。薬味も全部揃いますんでね。じゃあこんな感じでいただいてます。チャプチェいただいたんですけどね、やっぱちゃんと作ってると違います。美味しいですね、うん、の味噌煮です。ほんとね表面の照りもお野菜の雰囲気もめちゃくちゃ綺麗ですよ。いただきます。はい、チーズ乗せる、あ、これですね。そうそう、美味しい、うん、三色きんぴら、いただきます。三色きんぴら、いただきます。続いちゃっていいですか。はい、続きましょう。本当にいいささがきっていうんですかね、もうこう口に入れてもねこう硬すぎない。今日歯の治療してきたんですけどね、美味しくいただけます、ね、美味しく食べれて本当に甘みがきた。なんかお母さんの味ですね。美味しい、した、先に調べました。トマトのペンネグラタンっていうらしいです。美味しそうですね。目の前にねちょうど本当にあの綺麗な容器に入ってるんですけど、調理された後も本当に美味しそうですね。ペンネグラタンの、相方に、パンが来ました。美味しそう、めっちゃいいパンです。それを料理オリーブオイルで焼いて、その横にトマトを入れて、じゃあオリーブ好きよ、ポパイさん、
友人とツナの、ごまえですね。美味しそうですね。お野菜の甘みってね、こう本当美味しそうですからね。いただきます。人参とツナのごまえいただきます。人参がね、食感残るぐらい、ちょっとコリっていうぐらいの、あのいい具合になってます。えぐみが出るとお野菜ってねダメなんで、ちょうどいいぐらいです。美味しい。サラダ感覚でいただけるっていうぐらいですかね。美味しい。ホタテとトマトのソテーです。こうね、私がこういただくっていうには本当にもうもったいない、素晴らしいお料理来てます。もう本当にね、こうお腹がね、こうガーって刺激のない、こう優しい、こう優しくしていただける中で、ご褒美もねたくさんあって、たまりませんね。薬膳講師の途中です。ホタテの骨いただいてみようと思います。かなり肉厚のある、ホタテで、ね、いただきます。だから金融だから、これ積むとき、まあまあ積むときはまあこれはこれが目山なの、それはまあそれはまあ基本。はい、お待たせしました。かぼちゃと鶏もも肉。これね、かぼちゃって絶対ね、外でしか食べないです。なんでかわかります？自分でうまく調理できないからです。10番まで終わります。これね、本当にね、南京かぼちゃね、これだけは本当に外でしっかり食べたい、美味しいお料理です。いただきます。言っちゃいなよ系でこう来ましたけど、これかぼちゃと鶏もも肉、鶏ももの煮込みですね。もうね、ほんと外で食べる南京というかね、かぼちゃだけがもう幸せです。いただきます。ちょっとこれね、なんかいい風味がしました。これお出汁がなんか一瞬バター入ってるのかなと思うぐらい、なんかふっと濃厚な雰囲気あるんですけども、やっぱりね、柔らかくホクッとした、南京入ってきます。美味しい。もそれにこう根菜類が、さらに人参ね、小松菜、いつもね、体にね負担ばっかり皆さんかけてるかなと思いますんで、やっぱこういうところでね癒してください。もうたまんないです。美味しい。タコスなんですけども、まあね、あのきゅうりタコ、お酢は3倍酢でしたっけ。わかんないですけど、みょうがでね、こういただけるっていうね、みょうが入るとごちそう感がぐっと増すんですよね。すごい美味しいですよね、これ。楽しみです。いただきます。白いね、本当にですね。あくんだけは負けない。今野菜がめっちゃ高いからね。うんうん、なんかすごいね。料理とかもね、めっちゃ高いもんね。野菜が高い中でのこれ薬膳大変ですからね。え？クコの実と、おネギが入った、だし巻きになってます。見た目にも綺麗ですしね、まあ、あの表面すごい綺麗になっている、だし巻きで、ございます。クコの実がね、本当に、なんかこうお酒飲んでる時にはハッとさせられる美味しいアクセントになるんじゃないでしょうか。いただきます。クコの実入りの、だし巻きいただきます。奥には、大根おろし、一緒にいただきます。ココの実がね、本当にアクセント効きますんでね、相当美味しいですよ。ココの実来ると思うでしょ。
あのネギがめっちゃきます。美味しいこれ。ネギの風味めっちゃきますこれ。そういうことなんですよね。ラストにあのクコの実ちょっと奥まで噛んじゃったんで、このクコの実の風味できて。普通のあのだし巻きのレベルじゃないです。美味しいです。はい、焼き飯届きました。チャーシューも結構ね、あのしっかり太く切られた、焼き飯になってます。美味しそうですね。お野菜たっぷりです。いただきます。カレー揚げ食べたらあかんとか、とんかつは食べたら薬膳カレーが届きました。これ、ね、なんかこうなんかねポロ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 見えるのが多分お野菜なんですよね。これは多分あの相当美味しいタイプじゃないでしょうか。いただきます。薬膳カレーいただきます。カレーがね、もう本当いろんなあのなんかこう下味というかお出汁というかなんかこうたっぷり捉えて、なんか超本格的なあのカレーです。あの何取ってんのかわかんないです。美味しいでも、うん、浅くてすいません。本当にもう美味しいんです。はい、薬膳丸さんでいただいてきました。もう半端のない美味しさ、本当にね幸せになれるっていうのはこういうことですね。まあ、暗くなってるんで、まあ、ちょっと長居させていただいたっていうのが分かると思うんですけど、こんないいお店なかなかないと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。